はい、本日はですね、ラコステのポロシャツが選ばれる理由というところについてお話していきたいなというふうに思います。近年ですね、結構大人のビジネスの方との中とかでも結構クールビズとかが流行ってたりとかしてて、あんまりネクタイを締めなかったりとか、まあ、それこそポロシャツを着てるっていう方も結構多いと思うんですけど、まあ、その中でもラコステといえばワニやと思うんですけど、あのワニのポロシャツを着てる人は結構仕事ができる人が多いなって僕のイメージが勝手にあるんですけども、まあ、皆さんの周りの方とかでもこのラコステのポロシャツ絶対着てはる方いてると思うので、まあ、それぐらい定番中の定番やと思うんですけど、ラコステのポロシャツってたまたまラコステのポロシャツ買ったってことは間違いなくないと思うんで、あえてあのワニを狙いに行ってるというか、あのワニを買いに行って買わないと、適当に買ってたたまたまラコステ のポロシャツ買ってんっていうことはまあないと思うので、多分皆さんそれぞれ選びに行ってるというか買いに行ってると思うので、まあ、そこのお話というか、まあ、なんでラコステのポロシャツが選ばれるのかというところのお話をしていきたいなというふうに思います。まあ、この動画を見ていただければですね、まあ、ラコステのポロシャツが普通のポロシャツといかに違うのかっていうところが分かっていただけるかなと思いますので、まあ、早速お話をしていきたいなというふうに思います。ではですね、実物がですねこちらになってるんですが、僕はこのラコステのポロシャツっていうのを、まあ、これが定番の L1212 っていうポロシャツになってて、まあその L1212 っていうのが一応まあ定番中の定番っていうことで、まあ、この胸のところにワニがついてるっていう感じになってて、それ以外はシンプルな感じなんですけど、もうこれも5年ぐらい着用してるのでいい感じで色あせては着てるんですけど、このラコステっていうのはですね、もともとこれを作った人はですね、服のアパレル会社の人ではなくて、もともとはプロのテニスプレイヤーっていうことになってですね、プロのテニスプレイヤーがラコステを作ったっていうことになってて、どないしてそのラコステのポロシャツに行き着いてんっていう感じだと思うんですけど、その作った人がですねフランス のプロのテニスプレイヤーやったっていうことで、当時はですねプロのテニスプレイヤーってみんな普通にボタンのシャツっていうか、ビジネスとかで着るシャツあると思うんですけど、ああいうシャツを着てテニスをしてたっていう感じだったんですけど、まあ、その時にですねやっぱり動きづらさがあったりとか、まあ、ちょっと汗を吸わなかったりとかするっていうことで、ルネラコステっていう人がですねこのポロシャツを開発したっていうことになってるんですが、このルネラコステが作ったからラコステって名前取ってんなっていうのは意味わかると思うんですけど、なんでワニやねんっていうところやと思うんですが、このワニの理由っていうのがですね、このルネラコステっていうこのプレイヤーのプレイはワニっていう愛称があったらしいんですけど、もともとの理由としてはですね、まあ、大会に勝ったらワニ側のカバンを買ってくれって当時のキャプテンにずっと言ってたらしくて、でそのキャプテンが分かった、じゃあ試合に勝ったら買ったるわってラコステに言ってたらしいんですが、そのどうしてもワニ側のカバンが欲しくてラコステ選手は頑張ってプレーしたんですけど、まあ、残念ながら負けたらしくて、で負けたんですが、まあ、結局そのカバン屋さんの方からそのワニ側のカバンをプレゼントされたっていう、そういうお話があって、でルネラコステはワニが好きで、確かにプレーもワニみたいやなっていうことで相性がワニっていうことになって、この胸にワニが付けられてるっていう、よくわからへんエピソードになってるんですが、まあ、今となってはラコステといえばワニやと思うんですけど、まあ、そういうのが始まりっていうことになってるみたいで、まあ、諸説あるらしいんですけども、まあ、一応そういうお話があるということで、まず、ワニである理由というのが分かっていただけたかなと思います。でですね、まあ、今となってはそれこそ日本の錦織圭選手とかもそうやと思うんですけど、テニスといえばポロシャツ着てるってまあ普通やと思うんですけど、まあ、当時ではこれが初めてっていうことになっててですね、まあ、テニスのプレー中に着るっていうことなんで、より動きやすくて、そして汗を吸って通気性も良くて乾くっていう、まあ、万能な服を開発したのが、まあ、これになってるんですが、まあ、それの理由っていうのを今からお話していきたいなというふうに思います。まずですね、ラコステを語る上でこの L1212 っていうのはもう外せないものになってて、もう定番中の定番のアイテムっていうことで、品番がちょっと変わるだけでちょっと形が変わったり、それこそワニの色が変わったりするんですが、この L1212 っていうのはもう80年ぐらい前からもうずっと作られてる定番中の定番のアイテムっていうことで、まあ、多少のサイズのアップデートはあるんですが、まあ、ほとんど変わらずに作り続けられてるという感じになってます。まあ、ちなみにこだわる方とかやったら、例えば日本規格の L1212 とフランス規格の L1212 によってちょっとサイズ感が違うかったりして、日本規格の方が少し細いっていう感じはあるんですが、まあ、よっぽどこだわってる方はフランス規格の L1212 を購入されるらしくて、今でもセレクトショップとかでは多少取り扱いはあるらしいんですけども、まあ、基本的にはこの日本規格の方が多いのかなというふうに思います。で次がですね、まあ、これワニである理由というのが、まあ、先ほどお話ししたみたいに、まあ、ルネラコステイコールワニやったっていうところで、まあ、ワニがついてるっていう、まあ、先ほどの話でわかるかなと思うので、まあ、これは割愛していって、で次が、まあ、先ほど言ったみたいに機能的なポロシャツになってて、動きやすくて、で汗を吸って通気性も良くて乾きやすいっていうことになってるんですが、まあ、この秘密っていうのがカノコっていう編み方によってできてるんですが、まあ、カノコっていうのはですね、多分聞いたことある方は結構多いと思うんですけども、ポロシャツって結構伸びるイメージ
があると思うんですけど、それはですねこのカノコっていう編み方によって再現できてるっていうことになってて、生地はですねデニムとかと同じようなコットンを使ってるのでデニムって伸びないと思うんですけど、このポロシャツは伸びるので、なんでなんてなると編み方が違うので伸びるっていうことになってて、普通のポロシャツとかカノコじゃないポロシャツっていうのはあんま伸びないので、それこそまあ他のブランドとかのポロシャツであればストレッチ性が悪いので、もう生地にポリウレタンを入れなきゃいけなかったりするんですが、まあ、これはコットン 100% やけど編み方を工夫することでこんだけ伸びるっていうことになってて、カノコっていうのはですね普通は一本一本交差して編んでいくっていう感じなんですが、カノコに関してはですね一本飛ばして編むので、その間が開くんですが、その間が開くことによって伸びたり、あと通気性が良くなったりするってことになってて、たった一本飛ばすだけなんですけど、それをするだけで、まあ、通気性が上がったり伸縮性が上がったりするっていう、まあ、昔の人の知恵やと思うんですけど、そういう製法を使ってるっていうのがこのカノコっていう編み方になってます。で、まあ、それをすることによってですね、まあ、この表面的にもザラザラした感じになってるので、まあ、服がこうペタッとひっつかない、 T シャツとかやったらペタッとひっつくことあると思うんですけど、こういうカノコで編んでらある場合はしっかり凹凸があるので地肌にペタッとひっつかないようになってるっていうところも、同じコットンを使ってるんですが縫製を変えるだけでこんなに変わってくるっていう感じになってます。で、次がですねコットン100を使ってるので長く着れるっていうことになってて、まあ、コットン100はなんで長く着れるのかっていうと、まあ、デニムを想像していただければ分かりやすいかなと思うんですが、デニムとかって長く洗濯して着ていくと思うんですが、5年とかそれこそ10年とか履くと思うんですけど、まあ、コットンはそれぐらい丈夫な生地になってて、なおかつ劣化しづらいので、まあ、これも同様にガンガン着てガンガン洗っていけるっていう感じになってて、本当にラコステ好きな方とかやったら30年ぐらい前のポロシャツ持って貼る方とかもいらっしゃるので、まあ、それぐらい、まあ、それぐらい長く着れるかどうかわからないんですけども、まあ、長く着れるのは間違いないっていう感じになってるので、まあ、コットン100なので長く着れるっていうことになってます。で、次がですね、これ微妙なラインなんですけども、この裾側にスリットが入ったりしてるので、多少体型が、まあ、お腹がポッコリされてる年配の方でも結構着れてはる方多いと思うんですけど、これはまあ若い方から年配の方まで体型とかあんま気にせずに着れるっていうことになってて、まあ、こういうスリットが入ってるので、まあ、サイズ的にも、まあ、サイズ感とかが大丈夫やったり、あと逆に若い方とかやったらこの腕が絞ってるので、まあ、華奢な腕の方もいらっしゃると思うので、シュッて絞ってることによって腕がたくましく見えたりとかっていうことで、まあ、本当に年齢関係なく愛されるっていうところが多分こういうところに詰まってるんやろうなというふうに思います。で、最後はですね、カラーバリエーションが豊富っていうことになってて、本当に派手な色から地味な色っていうか定番の色までざっと毎年いろんな色が出てくるので、まあ、それこそラコステ好きな方とかは本当にバギーズショーツみたいな感じで毎年違う色を買い出すみたいな感じの方もいらっしゃるので、まあ、それぐらい長く着れるし、襟がついてるっていうだけでレストランとかにも入ったり、ドレスコードとか全然気にすることなく着れますし、もちろんこういうアウトドアとかでも着用したりできるので、これはまあ着れるシーンがかなり幅広いので、今でもこうやって愛されてるんだろうなというふうに思います。で、まあ、まずですね、僕はネイビーから買って1着今持ってるという感じなんですが、まず最初買うのであればネイビーとかブラックっていうところから、まあ、購入されるっていうのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そこからですね、ちょっとずつ色を明るくしていって、薄い青にしていったり赤にしていったり黄色にしていったり緑にしていったらいいとは思うんですけど、まあ、最初は定番の色を買っとくっていうのが、まあ、合わせやすいですしガンガン使えるので、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、最後はですね着用動画を見てもらって終わりにしたいなと思うんですが、一応サイズがですね、僕着用してるのがサイズが2というサイズになってですね、まあ、2やとちょっとサイズ的には若干ちっちゃめにはなってるんですけど、このラコステのポールシャツってコットン100でできてるので、一番最初より洗っちゃうとちょっとちっちゃくなるっていう特徴があるので、まあ、最初購入される際はまあ、ちょっと縮むことを考慮して購入された方がいいんじゃないかなっていうのが、まあ、僕のこの失敗談から学んでいただければなというふうに思います。まあ、なので僕はサイズは2を着てるんですが、ちょっと小さめっていう感じになってるので、本来は多分3のサイズを選択してジャストっていう感じだと思うので、まあ、そのちっちゃいサイズを見てもらいたいなと思います。はい、ということで本日はですね、ラコステが選ばれる理由というお話でした。ではまた別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。